子どもたちが熱心に見ているのは大きな船の模型。みんな何を勉強しているの？先月11日、海と日本プロジェクトの一環として行われた海洋教育事業です。倉敷市立玉島小学校の子どもたちが江戸時代地元ににぎわいをもたらした北前船について学びました。北前船というのは基本的に商いの船、いわゆる商船。もともとここが海だったんだってびっくりしてます。北前船を通して昔江戸時代からこの玉島が海を通して海の貿易を通して流行ってた、栄えていた、そんな時代を勉強していっていただいて、地元玉島を好きになっていただきたい。町内には北前船の船主であった庄屋の邸宅も残っていて、当時の繁栄ぶりを物語っています。庄屋さんであるのと、あの海鮮問屋もされてたっていうふうには聞いてるんですけどね、そういう財力が十分あったということだと思います。今何の写真撮ったの？茶室の写真を。瀬戸内海屈指の商港であった玉島では、商談や接待の場でお茶をたしなんだことから茶の湯文化が花開きました。玉島と海はいろいろ関わっていたり、たくさん船が通っていたことや、もともと海だったので干拓をして岡山が作られたことを知りました。歴史がある海だから僕たちがこれからも大切にしていきたいです。北前船が運んだ富や文化、その歴史を学ぶことで町と海の深い関係を知ることができたようです。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。